身長美容医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関することね、配信していきたいと思います。身長の場所の人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは久しぶりのシリーズですけども、身長を伸ばす方法の鉄編ということで、身長を伸ばす方法の亜鉛編になってね、こちらの動画も出しましたけど、そちらの方は現在ね10万回の再生で突破しました。ありがとうございます。ということで、今回ですね、亜鉛ではなくて鉄の方にね注目していきたいと思います。まず最初にお伝えしたいこと、この70年間で日本平均身長約10センチ程度、男性であれば160センチ程度か170センチ程度まで改善したわけなんですけども、それは普通に考えれば栄養の改善によって身長が伸びたわけですので、そういった意味ですと少しでもね栄養を改善した方がいいというのは全ての人がほとんどご理解いただける内容だと思います。ですので今日お話しさせていく内容ね、ぜひねご理解いただいて身長を伸ばすのに、ね、ぜひ役立ててください。まずは鉄ってそもそも何ってところと、鉄と身長に関して論文を用いて内容を紹介させていただきたいと思います。そして最後にですけども、鉄の効率のいい摂取の仕方についてヘム鉄、非ヘム鉄などの単語がありますけども、そういったのも、ね、踏まえてちょっと説明させていただきたいと思います。まず最初の項目ですね、鉄に関してですけども、鉄そもそも何でしょうっていうところで、皆さんなんとなくね鉄材とか鉄筋コンクリートとか硬いものって印象があると思うんですけども、硬い鉱物をミネラルと英語だと言うと思うんですけども、それの一種になります。金属の一種という表現もできるでしょう。その中でですね、貧血に関係があるなんていうのは、ね、皆さんも聞いたことあるかもしれないですけども、そういった物質であり、体の中にですけど大体3とか4グラムぐらい存在するそうです。赤血球作って貧血をね、予防するわけになりますね。貧血以外の要素としては DNA とかを作るのにも使用されるそうです。そんな鉄なんですけども、全世界で見てみると35億人以上の人がですね、実は鉄欠乏しているなんていうようなこともですね言われたりもするようです。開発途上国では35億人程度で、そういったような人がいるなんていうふうな文献も今回拝見させていただきました。ですので日本はですけども、飽食非常に豊かな国ですので、たくさんいるとは言わないですけども、もしかしたら見ているあなたは欠乏してるかもしれない。少なくともそういったことがないように今後もですね注意していくことが、身長を伸ばす上においては重要だというのは皆さんもご理解いただけると思います。本日お話しさせていただくね論文なんですけど、 Liner Growth in Children with Iron Deficiency Anemia Before and After Treatment ってことで、こちらですね QATAR ってことで、国の名前なんですけど、どこでしょうね。僕も今回の論文でこれどこだろうと思ったんだけど、 QATAR でカタール、こちらですね、サウジアラビアの横にあるですね、本当に小さな国みたいですね。こちらの論文ということになりますので、日本人とは人種はかなり違うんですけども、分かりやすいなと思ったのでピックアップしてきました。こちらです、ハマドメディカルセンターってところの先生が書いてくださった2009年の論文になります。で、内容としては鉄欠乏性貧血に対して治療を行う前と行った後の子どもの身長伸びがどうだったかとか検討した論文になります。で、こちらの方なんですけども、対象とした子様はですね、これかなり小さくて17ヶ月程度ってことで、年齢に相当すると1歳半ぐらいの子どもを対象とした40人の鉄欠乏性貧血の子と、そうではない子、普通の状態の子ですね、比べてみたというところになります。40人ずつ集めてみると、まず最初に言えたことが、鉄欠乏性貧血のお子さんはそうではない子に比べて身長がすでに最初から低かったというところが記載があります。具体的にはですけども、 SD で書いてあると、何もしてない方は 0.25SD で、世間的にはすごく平均的なお子様が集まっていらっしゃるに対して、鉄欠乏性貧血の子っていうのはマイナス 1.2SD ぐらいということになってます。マイナス 1.2SD というのは、大人になった時だいたい6センチぐらい差が出るような感じになりますね。かなり差があるというのが分かっていただけると思います。まずはそこが1点になりますね。なので鉄欠乏性貧血の子は身長がすでに低いというところになります。それに対して、鉄をですねしっかりと補充していって経過を見ていく、今回では6ヶ月経過を見たそうです。その中でもですね、今回すごく分かりやすいデータがこの GV っていう数字なんですね。グロースベロシティってことで、成長するスピードってことで、年間成長率をこの論文では GV というふうに表現しているようです。こちらの方で見てみると、身長がすでに低かったに対して身長伸び率も低かったっていうふうに表現があります。貧血がなかった子に関して言うと、年間成長率がもともと 9.7 センチ程度だったのに対して、鉄欠乏性貧血の子は 7.5 センチ程度ということで、年間成長率も2センチ程度ですね、ビハインドしていたっていう表現になります。しかしなんですけども、6ヶ月間ねしっかりと補充してあげて貧血状態がね改善すると、年間成長率 13.2 センチにまで改善したということですね。 13.2 センチと 7.5 センチを比べてみると 1.76 倍ってことでですね、鉄が欠乏した状態から補充してあげると身長が伸びたっていう表現もできますので、非常に大きな因子であることがここからよくわかると思いますけど、いかがでしょうか。ということでですね、今お話しさせていただいたのは、カタールの人種が違うっていう点と、すごく小さな子供を対象にしているよってことと、あとやはり、日本ではここまで欠乏している子はすごく多くないでしょうっていうところが大前提なので、全て鵜呑みにする必要はないんですけれども、カタールで2009年の時にですねやった論文の内容としては、鉄がですね欠乏した状態から補充してあげると身長はどうやら伸びるらしいというのがここからわかります。
なんとなく摂取した方がいいんだなというのは皆さん分かっていただけたと思いますけども、でどういうふうに吸収していくかってところで、ここで覚えていただくのがヘム鉄と非ヘム鉄。具体的に言うと肉っぽい感じがヘム鉄、それ以外のものが非ヘム鉄。例えば代表例で言うと豚のレバーとかヘム鉄に該当しますし、非ヘム鉄の代表例で言うとシジミとかアサリとか、あとはほうれん草とかもそうですね。そういったのは非ヘム鉄になります。両方とも鉄に該当するんですけど、何が違うか、吸収率が大きく違うということで、ヘム鉄はですね、吸収率がだいたい 20% 程度ということで、例えば100mg 入っていたら 20mg、ね、吸収できるなんていうふうに対して、非ヘム鉄は2から 5% しか吸収されないってことになりますので、できれば非ヘム鉄ではなくてヘム鉄の方が効率いいでしょうってところになっています。ここで少し昔の私の動画とかも振り返っていただいてもいいと思うんですけども、そういった意味で見てみると、牛肉とかそういったのは身長伸ばす上において優位差があるなんていうふうに言われたりしてますけども、つじつまが合ってるようにも思われます。あとはですけど、レバーも私の動画見ていただいている方であればね、よく知ってると思うんですけど、亜鉛がよく含まれてるってところからも身長フードというふうにね、表現できるのはここからもわかると思います。ですので、まあ、ぜひねそういったの食べてください。それに対してここから共有したいのが、厚生労働省のですね、日本人の食事摂取基準2020年度版令和元年国民健康栄養調査、厚生労働省日本食品標準成分表資源に関する取り組み文部科学省、こういったねデータと、あと食品成分表2021です。こちらの方で、ね、データを使いながら共有していきたいと思います。どれくらいね摂取しなくちゃいけないのってことで、厚生労働省の方から推奨されている量を、ね、共有したいと思います。例えば私の方でよくねお話ししても、大体5歳以上ぐらいの人をね治療対象とよくしてますので、その以降でね見てみると、3から5歳 4mg ぐらい、6から7歳と 5mg、 8から9歳と 6mg、 10歳から11歳が 7mg、 12から14歳が 8mg、 15から17が 8mg、 18から29が 6.5mg ってところになりますので、小学生ぐらいの時だと 5mg から 8mg ぐらい、中学生ぐらいになってくると 8mg ぐらい摂取ねいいかなってところで、成長期が終わってくるとちょっとずつ減ってくるってところになります。どれぐらいのね食事を摂取する必要があるかっていうのを少し検討していきたいと思います。例えばですけど、まあ、豚のレバー、これちょっとなかなか食べる人少ないと思うんですけど、これも厚生労働省の、ね、データを元にすると面白いんですけど、スモークレバーの方が生のレバーよりも鉄分の量が多いってことで、スモークレバーの方が 100g あたり 20mg、 生の方だと 100g あたり 13mg ということで、イメージ的にはですけど、まあ、レバーとかを 50g ぐらいね食べるといいのかなということが、ね、言えるかもしれません。ただ実際ね 50g でもねレバー食べるのかなり厳しいと思いますし、他の食材にもね含まれてるわけですので、簡易的な目安としてご理解いただければ十分だと思います。それに対してなんですけど、じゃあどれくらいまで摂取していいのかっていうのが、米国科学アカデミーで公表している指標があるみたいですけども、そちらの方だと14歳以下の子供は 40mg、 大人でも 45mg というふうな表現ありますので、小さい子であれば 5mg から 40mg ぐらい、大きい子であれば 10mg から 40mg ぐらいっていうようなところがね、まあ、非常にざっくりとした指標としてね出てくるというふうに表現もできるかもしれませんけど、いかがでしょうか。あとはね吸収率の問題とか、まあ、いろんな問題があると思います。実際問題は亜鉛の時と同じなんですけど、採血を行いながら経過を見ていくっていうのは最も適切だと私は考えています。先ほどの、ね、論文も振り返りたいんですけども、こんな一文がありました。6ヶ月間ね鉄を治療を行った場合に、年間成長で先ほどお伝えした GV っていうのがフェリチンという値ですね。フェリチンというのは貯蔵鉄っていう鉄をですね表す一つの指標なんですけども、それと関係性がすごく深かったよというふうに書いてありますので、最終的には採血に依存していくというふうに考えていくのが適切だと思います。その中で、まあ、先ほどお伝えしたような摂取基準ですね、そういったのもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日お話しさせていただいたのは身長を伸ばす方法ね、鉄編ってことね、まあ、かなりハイレベルな内容だったかなと思うんですけど、結構ね面白い部分もあったと思います。特にスポーツしてる子はね汗で鉄が失われやすいなんていうふうに言われてますので、皆さんも欠乏にならないように注意していただいて、身長を伸ばすのに役立ってください。身長ビヨーン、バイバイ。